い、こんにちは、まことです。はい、こんにちは、だいです。今日もですね、20代のキャリアアップや企業に向けてのキャリカレチャンネルやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日のお題お願いします。リモートワークで仕事をしているんですが、お二人がオンラインでコミュニケーションを取る上で気をつけていることがあれば教えてください。これちょっと僕苦手かもしれないですね。オンライン苦手。苦手なことないですけども、あんまり顔出しすらもしてないです。舐めてますよ、マジで。こいつはね、ひどい。すみません。お取引先との打ち合わせとか、大体ちゃんとした場所で、ちゃんとこう入るじゃないですか、当たり前ですけど。こいつ、画面オフですかね、かなりの割合で。初めての時はちゃんと。ある程度ちょっと慣れてくると、一回オンラインの打ち合わせ中に、僕に別で LINE が送られてきたんですよね。オンラインの画面のスクショを送ってきて、ダイさん、顔が険しくなってますよって送ってきたんですけど、お前画面オフやんけど、なんでお前にそんな指摘をされなきゃいけないんだよ。あれは多分ちょっと僕も実際に険しい顔を、怖い顔してたんで、険しい顔をしてたとは思うんですよ。ただやっぱりね、言われたくないですよね、まあ、画面オフのやつに。まあでも一般的にはちゃんとした環境でとか、周りの騒音気をつけてとか、それでもオンラインで顔を見て打ち合わせができるようになっただけでも、時代としてはすごいことですね。ありがたいことだしね。毎回目貸し運ぶ移動時間が単純に短縮できるわけだから。でもやっぱりね、直接会って話した方が話が進んだりとか、よりいい内容になる。そうか、僕は多いとは思ってるんですけど、でもいわゆるオンラインでことが足りるっていうことも本当に多いので、気をつける点とかっていうのは、まあ一般的なことで十分だと思うんですけど、単純にいい世の中になったなとは思ってますけど、便利になったなとは感じてますけど。しいて言うなら電波がいいところで、いやなんか途中で途切れたり、まあ、止まっちゃったりしてるやついるじゃないですか。いやそうだけど、そういう話、そういう話じゃないですか。普通のコミュニケーションと変わんないんじゃないですか。確かに。LINE電話とか、はいはい、スラックの電話とか、はいはい、顔も見ずに仕事する結構多いかな。そこでのコミュニケーションエラーってよく出てくるかな。はいはいはい。業務連絡だったりとか、そういうのはもうテキストのやり取りでの方がむしろ適してると思うんですよね。でも解決しなきゃいけない問題があったりとか、改善しなきゃいけないことがあったりっていう時は、やっぱこうテキストだけだと伝わんなかったり、まあ、変な温度感で伝わっちゃったりとかするんで、顔は見えなくても電話みたいな形、まあそもそも顔を見て話すって会う以外はなかったんで、研修やってた時代は。だからコミュニティ話はやっぱり直接話をして電話で、通話方法は何でもいいんですけど、あとそれ以上ちょっと深刻な話なんであれば、まあ Zoom とか使って顔見ながらっていうのがありますし、さらに重い話とかであれば会って話しますよね。だからやっぱりこう、僕なんかは今でもなるべくなら直接会って話するっていうのは重きは置いてますけど、まあ、それでも全員の人と会う時間っていうのは作れないので、本当にオンラインとかこうチャットだったりとか、スラックだったり LINE だったりとかでやり取りができるっていうのは本当に便利なんだなっていうのは感じてます、ね。ありがたいなと思ってますよね。やっぱリアルは情報量は多いですよね。まあ相手の表情とかも含めてね。こういった話はであればあるほど直接会う、顔を見る、それがダメなら電話する。こういった話テキストでやり取りしちゃうと、もう変な応酬になっちゃったりとかして、また履歴残っちゃってね、スクショ取られて拡散されてとか大変なので。意外とやっぱテキストのニュアンスが本当伝わらないんで、文章難しいですよね。そうね、なんかオンラインの話ですけど、多分うちの会社でもこうマネージメントする側とかだったら、LINE でいい内容なのか、やっぱり電話した方がいいのか、それで顔見たいのか、やっぱり対面で今会いに行った方がいいのかっていう、こう選択ができるようになってるんで、そことうまく使い分けるっていうのは一つ参考になるかなと思いますよね。はい、そんな感じです。